さて、アルフィーの2001年でございますが、はい、まず2月9日、某テレビ番組で高見沢が闘牛にチャレンジして、ギタリストの命である左手の小指を骨折しました。知ってる。高見沢知ってます。知ってるんだよ。これ、この時レコーディングでね、ええ、高見沢に一曲頼んだの。感想を弾いてくれって。ほ、はい、で、いいっすよとか言って、ええ、笑顔で、ええ、受け負ってくれたんだけど、言ったはいいけどレコーディング本番になって、小指骨折したんですよ。すいません。テレビでバカなことやっちゃってとか、おめえバカなものやる。レコーディングツアーもあったんだろ。そうです。ツアーの影響はあったんじゃないこれで。ありましたよ。どうしたのソロ弾くとき。最初、あ、でも、ね、最初の3、4曲は、うん、ハンドマイクであいつが。ハンドマイクで歌ったの？ハンドマイクで盛り上げて、とりあえず、骨折してるっていうのは、あんまり、最初からあれしていけないんで、わ、はい、ーっといきなり盛り上げてですね。その後は、ハンドマイクで盛り上げるったって、別にギター弾いてるわけじゃないんだろそう、弾かないで。弾かないで盛り上げるの。僕初めてこの口で盛り上げてるわけね。そうですよ、もう、体で。体で、ね。わーって盛り上げて。でも途中でもう良くなってきたのかな。うん。うん、2月9日ですから、多分、一月で3月ですからね、うん、その頃にリハーサルの頃はきつかったと思いますね、きっと、うん、そうだよね。で僕初めてこれ電話で第一報を聞いたのが、うん、国技館そばだった相撲見に行ったはずだったかな、うん、電話もらって、うん、ツアーどうすんだよみたいな感じでしたけどね、うんうん、ちょっとでも心配でしたけど、うん、リハーサルやってまあ大丈夫かなってあいつがまあ気合の男ですから彼はそうだね、体育会系だから体育会系ですから、うんね、まあでも俺の時の俺のレコーディングに来たけどね、うん、下手だったそうですか。やっぱ弾き人差し指と中指だけで弾いてるんですか。人差し指と中指だけで弾いてる感じだね。あ、そうなんだ。薬指もなんか動かない感じで、はい、小指に包帯巻いてるから、あら薬指動かなくて、まあ、人差し指と中指だけで弾いてるフレーズがあるね。なんだよこのソロはっていうぐらいね、さっきのアルバムですよね。あ、さっきのね、そうですよね、あのねアルバムの中のね、あの坂崎がだからジャケットを作った中の夜が来たっていう曲なんだ、あんだけあんだけ弾きに来るのもう 4,5 時間かかったけどこんだけのフレーズだよ。ケーケケーケカラヤケこんだけだよ。そう、それをねえらい時間かかったよ。そうですよね。でもすいませんこんだけしかできませんけどって言うから、もういいお前ってさそら許してやるよ、うん、なるほど。まあでもね、本当に大変なツアーでしたけども、よかったですよ、なんとかの。やっぱり代理を入れるとかいうことは考えなかった。考えなかったですね。それはその方がいいんだろう、ね。はい。代理がもう務まらないね。そうですよ。務まらない。僕らはやっぱり代わりの効かないバンドですから、ね。効かないな、はい、誰も代わり務まらない。コントもできなきゃいけない。逆に言えば他のバンドにも入れないね。入れないですね、きっとね。浮いちゃって浮かん、入らない。はい。3人で、うん、肩寄せ合って。3人で肩寄せ合って生きていくのが一番、アルフィーだよ。です。